皆さんこんにちは水墨絵師の松木牧仙ですいつも見てくださってありがとうございます皆さん今まで天宝お疲れ様でした <laughs> よく頑張りました <laughs>、えー、ちょっと長いシリーズだったんですけれどもね天宝いくつかご紹介させていただいてえっ、ー、と何でしたっけそうそう小辞典開辞点あとは後藤点、えー、平等典,円等典 えー、それから戦闘点もしましたよね。うん、で水闘あ、こんな感じでね、えー、たくさん天法、えーまあ、について皆さんと一緒にあの習得してまいりました他にもね実はあの水槽展とか <laughs> そう喫茶店とかねいろいろまだあるんですよ細かく言うとね、うん、でも、まあ、ピッックアップして よく使いそうだなと思うのをちょっとシリーズ化して今まであの動画上げさせてもらったんですが一回ここでね まあ終了という形にさせていただいてじゃあこの今まで習った基礎の点法をどのように風景画にしていくかみたいなのを今日はまあ総まとめみたいな形でやっていきたいと思います。まあ,あの木々の描き方だけになってしまうんですけどね今まで皆さんと一緒に練習した点法を使って風景画にしていきたいと思います、はい、よろししくお願いいたします。 このタイミングであのお話をねしたいと思うことがあるんですけど、それはあのあの木前流としてはとなるかもしれないんですけど、あの水墨画はね、シャイ画であるんですね、シャイですね。その作者の気持ちとかあの心境とかあの心の内をこう一緒に表現してしまうということですよね。有名なね言葉もあります、写景徐々ですね。あのまあ。 風景のそののそ見たまんまのね写実的なものをこう伝えていくというよりはあの精神世界とか心の世界とかその情緒とかそういうのをこう自然に託して表現していくっていうそういうことなんですけれどもまさしく水墨画の山水ってそうだなって私は思っていてなのであのもちろんあの基本的なやり方としては 皆さんが描きたいなと思っている風景をあのちゃんと捉えてね、えー、写実して、えー、木のこの形とか前後関係とかこういう木々があってこういうあの山並みになっているみたいなそういうところをきちんと把握することって大切だと思うんです。うん、でも水墨画ににするにあたっててそれを用いてあの自分のその心の 模様、精神世界や心の世界などをそこに山水として表現するっていうあり方が水墨画で描くいい表現の仕方かなと私的には思っているので、そこをね <laughs> 皆さんに理解していただきたいと思います。うん、えっ、ー、と水墨画はシャイ画であるということですね。あの今まで習った天法のあの平刀点とか円刀点とかあの 故障点とかそういったことを使っていくんですがあれはねあのあくまでも基礎の描き方基本形原型であるということをあの覚えておいていただいてそれをあのより濃くとかより太くとかより長くとか <laughs> より幅を持たせてみたいなあ描き方に応用させていくっていうことをしていきます。 やっぱり引き算が大切で、あの目の前にあるものをあの余すところなく描くというわけではなくこの部分にひょフューチャーしてこの部分を私は表現するということですねあとは水墨画の良さでもあるあのにじみやかすれや余白などを使ってあの、まあ、情緒ですねそれこそねそれを表現するっていうことが大切だと思います。はい、ちょょっっとやっていきましょうか。で、あの 言い訳なんですけど <laughs> 私あの山水風景画がもう苦手なので今までやってこなかったんです <laughs> なのであの温かい目で見てください <laughs> で物足りないなと思われた方はあの水墨画のねあの素晴らしい先生 YouTube であの何人もされてると思うのでそっちを見てください <laughs>、はい、すいませんではやっていきましょうねお髪はですねまし使っていきます はい。で、えっ、ー、と、つるつるの面に描いていきましょう。で、えー、墨はですね、河川の生墨墨液使っていきます。はい。すでに梅皿パレットに入れております。で、お筆はですね、つけたて筆、作業筆使っていきましょう。はい。ご参考にしていただけると嬉しいです。はい。ではやっていきましょうか。お手前からですね、描いていきます。 いわゆるあのであの水墨画であの以前にもねお話ししているので皆さんご記憶にあるかと思うんですけどなぜ景から描くかというと、まあ、農木は別としてね一番濃い墨は別としてあの、まあ、同じような墨色中木淡木とかあって描いた時に初め描いたその墨と あの後から描いた墨があったとしてそれがね一番初めに描いた墨がどうしても前に出てきてしまうんですこれが水墨画のねあの特徴でもあるんですけどそれを頭に入れておかないとあのいけないと、うん、手前から描いていくそうするとどうしても前に勝手に出てきてくれるってことになるので、うん、そのやり方でやりますね。 もちろんあの前傾中景後景みたいにこう層に分かれている場合はそういう心配はないんだけれどもなるべく前面から描いていくで主役級から描いていくということですね。市 <laughs> の五の言わず <laughs> やっていきましょう <laughs> で。でえー、とですねまずじゃあ前傾からなのでお筆に濃い墨つけます。 でパレットでコロコロしておきますね。何やってるかというと、彫、えー、木をやっております。彫木はね、水墨画やる上で大切なことなんですけど、あの過去動画でね詳しく挙げているのがありますので、お手数ではございますが、遡って見ていただければと思います。はい。で簡単に申し上げるとね、墨つけるその分量や配置によって表現が変わってくるので、あの。 それを整えるのが長木になりますで今ね、えー、お筆をパレットにこう押し当ててコロコロしましたパレットコロコロ法ね <laughs> 私が勝手に名付けてるんですがパレットコロコロ法で何のあの彫刻ができ,かできたかというと今からね三木法を使いたいのでその三木法が簡単にできるかなと思って、えー、皆様にお勧めさせていただいてる方法になります。はいののでなんかねあの 前傾から書くので思ったよりも前傾黒濃くいきましょうかね。ここがね手前の一番見せたいところになるのでちょっと濃くいきますね濃、はい、い隅拭きました これもちょっと濃いめにいきますねこれ円筒点でいってます濃い墨つけます 枝していきますね風景画で大切なのは前傾中傾後傾にこうまあそうでは分かれさせると一番はっきり区別がつくんですけどでそれで。 手前よりもまあ,あの遠くに見えるようにちょっと薄墨中目がマックスのお色ぐらいで表現するといいかと思います、はい、じゃあやっていきましょうじゃあここは平等点使おうかな 専用する場合はこう枝から幹から描いてねって言ってるんですけどそれも応用という感じで <laughs> やりやすいようでいいですからねあくまでも前回までやってたのは基本形という形で思っていただけたらいいと思います。 もう水平線も持ってる方が位置が分かりやすくなると思います。はい、で、えっと、ちょっとお筆も回してバラバラにしときます。で、中国ぐらいかなつけますね。で、えっと、中に小焦点も混ぜながらいろんなね木がある感じで。 密になっているとことまばらなところと作るこしょうてんもねこれも応用で小さな粒だけじゃなくちょっと水分たっぷりにしてこういうあの水分の多めのところも作る。 まあその時も、そ密でね、やっていくっていうことですね。 でこっちはなんか消えていくような。感じにしていきましょうね。はい。合計はね、中継よりもまだ。 薄くっていう感じになっていくので、もうほんと薄墨にちょっと。注目入れるぐらいですかね？うん。ちょっと重宝しますね。で、こっちは戦闘点でいきます。 まあ大雑把ではありますが前傾と中傾と後傾ができましたね、はい、これをですねまとめていくって感じになります薄墨をお筆に取りますねちょっと中国入れておきましょうかはいで ちょっと水分取りますね。結構いいのを。出します。手前にね。ほんのちょっとね。なんかあの。影になってる茂みのところみたいな感じかな。 なるべくね、墨はこうあの塗り塗りしないことですね。うん、墨は重ねれば重ねるほど墨色あんまり綺麗じゃなくなっていくので、なるべくねあんまり重ねないということですね。 今日はちょっと想像みたいな感じでね、技法を集めて描いてますけど、本来はこう、スケッチして、写実的にこの前後関係や、その質とかね、えー、などをちゃんとこう、理解していただいて、それから山水、風景画にしていく、その時に、社意を大切にあの、引き算で描いていくっていうことが大切だと思うので、とりあえず今回はこんな感じかな。 いたところですがちょっとね根元のところだけ濃いめにするのを入れましょうそうするとちょっとだけねあの中型と後型の境目がはっきりするのででもあの全部にねベタっとやるんではなくところどころに入れるって感じですね。あの人の目っってあの繋げててげくれるっていう うちの壁のシミとかも <laughs> 3点あると人の顔に見えるみたいなのがあるじゃないですか。あれと同じであのところどころにこうねあるとこれをもうつなげて見てくれるのでそこはね全部あの線のように書いてしまわずところどころにこう入れておくっていうのが。うん い,いみたいですねちょっとだけあんまり上からね書いちゃいけないので <laughs> 皆さん良い子は真似しないでね。 変形仕上げていきましょう。結構ね、黒くしちゃいますよ。手前にあるのはね。五等点でいってます。 誤答点を書きながら <laughs> なんか地面も一緒に描くみたいな感じかな 整えていきます 完成いたたししました、えー、今回は今まで習得してきた天保をですね、えー、詰め込みまして <laughs>、えー、もし木々だけでね習った天保だけで風景山水を描くならばこんな風にできるかなと思って、えー、描かせていただきましたご参考にしていただけると嬉しいです、えー、山水風景画にはあの木々の描き方天保だけではなく今度はね 山とか岩とかの描き方の,あの技法もありますのでそちらもね、えー、引き続きご紹介させていただけたらと思っております。最後まで見てくださいましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたらば、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました松木でした。